to a New Year's card. With the years of Tiger next year, and I also do a point city for us, it's... And even regular schedule then. Let's begin. ほのぼの一筆家、中尾月香と申します。水彩絵の具を使って本日も描いてまいります。はい、これらの絵の具に加えて、金のラメとか黒、金、それらの筆ペンも使います。では、よろしくお願いいたします。はい、ではグリーンを使って、パイン、松ですね。それから描いていきます。年賀状といえば松竹梅は欠かせませんので、それらをビギナーズ様向け、初心者様向けに本日はとても分かりやすく描かせて大きく描いていきます。はい、竹、バンブー、そして、プランブロッサムで梅ですね。かなりねこれぐらい大きいときっと初心者様も描きやすいかと思います。もちろんよく描いてらっしゃる方にも便利だと思いますよ、この松竹梅の描き方ね。はい、そしたら金の筆ペンで下の方をこのようにしていただいて、竹のところもこのぐるりをくくっていただくと華やかさが増します。金の筆ペンとかねとても重宝いたしますので、この時期1本あったりすると便利ですわ。そして梅の中にもこのように入れて、で、松の方に戻って、はい、一つ一つに一本一本縦線を入れて、であと白で梅のところをちょんちょんちょんとしていただくと、もうこれだけでもね今から虎描きますがなくてもよろしくてよ。はい、そして、ブラウンと少しイエローで、これは先日描いた虎と全く同じ描き方ですが、体の向きをあっちしたりこっちしたりで楽しみながら描きました。はい、松は多くの方が、まあ、この松竹梅で松がトップに来るっていうイメージだと思うんですが、常緑樹でね冬でも枯れず凛々しい姿を保つところから長寿で延命っていうところですね。で今、竹に乗っている虎を描きながら竹の説明しますが、折れにくく成長が早いっていうところから生命力とか成長、また子孫繁栄っていうね、そういう意味や愛があります。で、梅は早春に他の花よりも先駆けてとてもね良い香り、気高い香りと美しい花をご存知のように咲かせるところから、気高さとか長寿、まあ、全てに共通しているのは長寿っていうことで、お正月の初め縁起がいいっていうことで松竹梅が並んでくるわけですね。はい、そして、前回描いたと同じように耳のところ、額のところで目を描いて、鼻、そして口、はい、そしてちょんちょんとこで、背中のところ縦尻尾を黒でキュンとしていただくと虎がね簡単にできるかと思います。はい、昨今はね松竹梅っていうとね松コースから梅コースっていうね上下関係っぽくなりますが、そういうのに関係なくね松竹梅は全ての、木の長、草の長、花の長っていうことでね、代表するものでございます。はい、字を書くとしたら一例ですが右のようにしていただくと参考になりましたよ。はい、続いて漢字の虎の方に参りますが、その漢字を少しアレンジして、まあ、私どもで勝手に楽しみました。はい、うかんむりを書いて、あと虎っていう字を描いていきます。まあ、大胆にね、画面いっぱいに描くのもよろしいかと思います。十二支の3番目ねえ牛虎ですよね。で方角で言うと東北と、そして時刻で言うと3時、夜中の3時から5時っていうね。はい、そしてやはり上に竹、はい、そして虎の漢字のやや下あたりに松の枝です。これで松竹が入ったっていうことですね。
ヒゲっぽいでしょ、虎のね。だから字をお顔と見立ててるっていうイメージで楽しんでおります。はい、そしたら続いて梅を、このようにふっくらと大胆に描くと華やかさが増しましてよ。赤で赤一色で描いております。ちなみに、虎のね、虎っていうのは訓読みをしているわけなんですが、あと一つ訓読みは慎むっていうふうにも読めます。はい、でちょっと前後しますが、ゴールドの筆ペンでこのようにしたら、はい、やはり白の絵の具でちょんちょんちょんという、はい、で先ほど言いましたが、訓読みだと虎、慎む、無が送り仮名でね、で音読みだと陰っていうように読まれます。はい、この浮かんぶりのところとか字のところに、縦のこのラインを筆ペンで入れていただくと、虎っていうねイメージがしてきませんか。はい、でお目目をクリーンとねこのように入れていただくと、初心者様も簡単に虎が作れそうな気がしてきません。はい、で鼻を描いてちょんちょんというね、はい、まあ、これでなんとなく雰囲気できてきます。で今ね白って目の下のところをちょこっと入れると笑っているっていうね、明るく笑っているイメージ、字を書くと右を参考にしていただけたら、グレーも悪くはありませんが、はい、まあ、これが虎の字。そしてラストポインセチアの方に参ります。でポインセチアも年賀状に書いていただいていいんですが、やはりその前のクリスマスっていうイメージね。で今ね4つのこれがお花のところになるんですが、はい、まあこれらが中心となって周りに赤い葉がついていくんですけれども、ポインセチアの花言葉は、祝福するとか幸運を祈るとか、私の心は燃えているとか、そういった花言葉になっております。11月から来年の2月ぐらいにかけてとても美しく咲いてくれますが、やはり皆様はイメージとしたらクリスマスっていうね、の花のイメージがあるかと思いますが、まあ、11月からのお花でございますわ。白とかピンクもございます。ただね、このお花、冬とはいえ寒さにね弱いお花なので、あんまりね温度が下がるところよりもやや暖かいところとかに、飾っていただくと長持ちしましてよ。優しくね扱ってあげてください。で長めの枝にして、花束にしていこうかと思いますが、葉っぱをさらにこのようにグリーン一色で描いていって、よりね雰囲気華やかになってきたと思います。鉢でね、鉢植えで売っているのでこのね葉っぱのイメージないかもしれませんが、はい、そして赤一色で、真ん中ちょんちょんとして長めのハートを横にね描くような雰囲気で、おリボンの雰囲気が出てきます。はい、まあ、この書き方ね覚えていただくと、おリボンですけれども重宝しましてよ。で金のラメ、それらをちょんちょんちょんとこう置いていただくと、はい、可愛く出来上がっていきます。まあ、これはね私が先日購入したポインセチアにもね金粉が、はい、このようにかかってたので、ちょっと真似をして描いたっていうことですが、ダイソーに売ってますわ金粉は。はい、それから雰囲気をさらに出すために、水色でね、スパタリングをかけてます。網掛けですね。そうするとこのようななんとなくこう冬らしい、そして雰囲気が出るかと思います。クリスマスっぽい雰囲気も出るかもしれません。網掛けをいたしました。ここにメリークリスマスって書いたり、まあ、今の時期なので、まあ、11月のお花としてお便りしていただいてもいいかと思いますわ。はい、本日はこういった松竹梅、そして虎の字、はい、そして
ポインセチアっていうのを書かせていただきました。本日も楽しく描きました。どうもありがとうございます。